皆さん、今回も c a p ス St.Coffee をご視聴いただきありがとうございます。MC Justin here。皆さん、今回のハーイエピソード5はどうでしたかやっぱ、じらされますよね。前回、エピソード4は、なんて言うんでしょうか。あんまりアクションがなくて、どちらかっていうと、そのキャラクターの精神状態だったりとか、えーまあ、どんなことを考えて、えー、行動しているのかとかですね。なんか、そういう,こう謎が深まっていくような、そういう回だったんですけれども、きっと、 このエピソード5から加速してぐーっと最後まで行くんじゃないかなと思っていたら同じような雰囲気で続いていて早くしてくれっていう感じになったんですけどだけどやっぱり色々と新しい謎も出てきたりとかですねもうだん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 ですねまた深みが出てきたのですごい面白かったと思います今回も色々と解説していきたいと思いますので皆さんよろしくお付き合いくださいそれでは Here we go! 今回もご視聴いただきありがとうございます。さあ、これから本編に入りたいと思いますが、恒例のネタバレ注意報を発令します。まだ破壊エピソード5を見ていない方は、番組を見てからこの番組を見てくださいね。よろしくお願いします。そうしてくれないと、それが最後のお前がやることだ。冗談です。これより、 視聴者が少なくなると困りますからね。<laughs> よろしくお願いします。えー、そしてですね、まあ、いつものことなんですけれども、ぜひこのチャンネルの登録と、そしてお知らせをオンにしていただきたいと思います。それに、いいねだったりとかコメントも、ぜひぜひたくさん残してください。あと、これ以外にもですね、えー、Twitter で、えー、日本未公開、そして、えー、最速のマーベルニュースをお届けしておりますので、ぜひぜひフォローをよろしくお願いします。それでは、早速ですが、Here we go! まずは映画「ブラック・ウィドウ」のセリフで始まる。そしてこの口笛はエレナとナターシュの間の秘密暗号で私だよと知らせるためのものだったね。エレナと同行しているのが映画でも見た元ブラック・ウィドウのソニアもし調べることがあったらレッド・ソニアと間違いないでね。ああ、シャロン・カートじゃなかったな。 ここでわかるのはすべてのウィドウがマインドコントロールを受けているわけではない。でも映画でもそう言っていました。そのプロジェクトは途中からだったので、もしかして単純にそのプログラムを始める前にアンナがウィドウ学校を卒業したかもしれないですね。しかしこのアンナに言われたことがきっかけでバルと出会ったかもね。 このシーン本当にすごいよね。以前、ブリップのシーンは見てるんですが、えー、スパイダーマンファーフォームホームのように、えー、遠くからだったり、ワンダービジョンのモニカ・ランボーみたいに寝てる間だったりとかは見ていますが、この観点からは初めて。スナップされた人はピーターの時のように自分が消えていくことに気がつきます。しかし、戻ってくるまでは第一観点から言うと一瞬のことだったのに5年も経っているというベラボーな実態。 そして自分も少しずつ再結成されるのと同時に目の前に自分の周りの現実も少しずつ現在の姿に結成されるここで一つ字幕に間違いがあります日本語では同じく消えたソニアにもと書かれていますがこの文章ですとソニアもスナップされたように思いがちですしかし英語ではソニアが出ていたというニュアンスの言い回しなのでスナップされたのはエレイナのみ さっき言ったように、こういうこと言ってるのが、バルトの出会いのきっかけになったでしょうし、わ、まあ、からないけど、もしかしてあんな本人が紹介してくれたかもしれないね。しかし、エレナが消えたことで、おそらくソニアは残りのウィドウを解放する計画を諦めて、暗殺のアルバイトをしているでしょう。ということは、自分も殺されてなければ、ソニアもどこかにいて、会えるかもしれない。そして、また解放されていないウィドウが世の中に存在するということ。 本当に心痛むよこれ。彼女の観点から考えてみれば、逃走中ではあるが、ナタシャが生きていたのに5秒後死んでいることになる。エレノアは苦労かもしれないけど、完全に悪い人ではない。どう見ても娘を愛していて、無事を心配している。だから、あの人に仕事を強いられていると思う。しかし、それでも悪党で裏切り者ではある。次の日にもヒントを与えてくれる、このコマが好き。 ここも家族で手当てをしている小さい頃から一緒に育っている家事もどう見てもマヤを心配しているんですが父の死に関わっている裏切り者だっていうことを隠していることを早い段階で案じられている <Hi. S 1> 一瞬にしてエレナの登場が MCU ヒーロー登場ベスト5に入りました これは映画へのコールバック。小さい頃大好きだったマカロニチーズ、通称マックンチーズ。馴染みないかもしれないんですが、アメリカでは大人気のインスタント料理で、ボックスでも売っています。この形をしたパスタとチーズですが、国民食の一つと言えるぐらいの人気で、コンフォートフードでもある。しかし、高カロリーで不健康なものだからこそ、きっとお父さんのおすすめだった。<Still feeds. S 3> my dad is is it good for you。I'm sorry, what。 このシーンを見て無性に食べたくなったので、早速 Amazon で注文した。この画像がそのスクショ。はああダイエットは明日から再開します。What? ホットソース僕も今ケイトと同じ顔しているよ。キモイエ <Yes. S 1> 誰がマカロニにホットソースをつけるかよ まあ一応これはただのホットソースではないんですがねベトナム生まれのシラッチャー私も大好きでいろんなものにかけていますが激辛で冷蔵庫に常駐してます of Liberty. ああ新しい自由の女神とはスパイダーマンに登場する自由の女神のことですね先日予告編に登場したロージャーズ・ザ・ミュージカルの看板と同じ時系列を示唆する伏線 He's still an Avenger. これは実はすごく大事なセリフだと思います。以前、ファルコンウィンターソルジャーの解説の時に話しましたが、MCU フェイズ4以降で活躍するヒーローたちは以前とはかなり違う。完璧でない人間であり、白黒がはっきりしない複雑化した世界の中で活躍して、時には手を汚すこともあるし、倫理的に議論する余地のある行動を取ることも。旗から見ると、ヒーローとかアベンジャーズという名が付いただけで、欠点ややらかしてきたことを全て許されるなんておかしいと思う人もいるし、 これは特急会見じゃないかという人もいる、nice、いやこれはどう見てもおとり作戦っていうかタイミング良すぎちょうどケイトが帰ってくるところでこんなセリフでしかも表情を見るとちっとも心配してなさそうなお芝居ですよね金ンピンはたくさんの警察に息をかけてるしおそらくこれより弱を調べないようにさせるための作戦でしょう ここでアベンジャーズの記念塔ができてるんですが言うまでもなく初集結とはこのシーンのこと面白いことにソーはフルネームソー・オリンソンで載っていてハルクではなくブルース・バナーとあーこの時代はもう終わったか懐かしいなそんせんさえ見んてえっ 何を許してほしいのかっていう疑問があると思うんですがエピソード最後に結局マヤを殺さなかったんですがその瞬間までは殺すつもりだったんじゃないかなと思いますおいやヒップホップ黄金賞ョー RUNDMC の曲「Christmas in Hollis」しかしこいつらもこの後出てくる名前の人たちもみんなトラックスーツで有名な人つながりだね <laughs> どどっかで見たこことあるるな、これ <noise> なれほど私が一番理解しているとますますローラーもうかつて工作員だったんじゃないかと思わされるよね。 だからら終わらせてきてってきっ言えるもう言う必要はないんですがまたあの人の存在をほのめかすデブ男中校車関連作品になったからか分かりませんがデアデビルのこのシーンを思い出すねこれでケイトがクリアになる。 そしてこのセリフで少しずつ見えてきたんですがやはり原作のデアデビルの話と似てお父さんを殺して浪人をはめてマヤに殺させる経験者だって言ってるのはきっとこのことでしょうねやはり殺したのはクリントでしたねでもこのタレコミとはきっと 火事ですマヤも分かり始めてるここで畜生って言ってがっかりしたりおじさんが怒ると脅したりクリントをいち早く殺せるスナイパースポットを取ったりしているのは、えー、今みたいに自分がそのタレコミだったことをバレたくないからここで確認できましたがナターシャは自分のファミリーのことを少なくともクリントには話していました他のアベンジャーズに話したかは微妙ですが。What the shit? ケイトちゃんブメランを使わなくてもアローは帰ってきたよ。 さあ、これでまた少し見えてきましたね。エレーナを雇ったのがエレノア。ということは、エレノアがヴァルに依頼したので、二人はつながっている。ヴァルはサンダーボルツとかダーカーベンジャーズを結成しようとしているかもしれないけど、このように雇い兵として扱う面も出てくるかもしれない。それでなぜエレノアはクリーンと殺したいのか この人の命令で。臆測に過ぎませんが、エレノアの会社が近辺の人事部のような役割を担っているかもしれない。クリントが浪人として活躍してたときに、マヤのお父さんを始末しておきたい金品の代わりに、エレノアが火事に浪人に情報を流させて殺させた。それでマヤがクリントを殺せばすべてきれいに片付く。しかし、見つける前にクリントは浪人を辞めた。今回戻ってきたんだけど、 逃したりもしているので、カジ、そしてキングピンもマヤにバレたら厄介になるので、いち早く確実に殺せるウィドウを雇うように、キングピンがエレノアに命令した。では、どうでしょうか 一つディテールですが、よく見てみると、近辺は杖をついている。もしかしてこの近辺はネットフリックスの近辺ではなく変異体である可能性もあります。もしくは最終回に起きたデアデビルとの死闘で大怪我をしてうまく歩けなくなった可能性もあると。まあ、しかし、この杖を持っていることでさらに強くなるよね。バージョンによってレーザーが入ってたりすることもあった。 そして、キングピンの初登場の後にグリンチの曲、要するにハッピーなクリスマスを盗難する悪いクリーチャーのテーマ曲、ふさわしい。そして、エンドクレジットのイラストでは、一番最後にはこれです。輪郭はわかりますよね。うん、Delicious. さあ、皆さん、今回のケイプンカーフィーはどうでしたか えー、今回エピソード5ということで、まあ、今回もさっき言ったようにいろいろねじらされることもあったんですが、まあ、次回は最終回ということでいろいろね解決してくれると、えー、期待していますで実はちょっと面白いことにあの先日監督とのインタビューを読んでたんですねでその中でできるだけキングピンが登場することをバレないように、えー、セットに連れていくときに ディノフィオさんとそのスタントダブル、そのスタントマンを一緒にあの毛布をかけて顔わからないように毛布をかけてセットに連れて行っていたと言ってました。スタントマン。そうなんです。ということは最終回で何らかの戦いのシーンに参加するっていうことになるんですね。すごい期待できますよね。まあどこまで戦うことになるかはわからないんですが、ちょっとやっぱり期待できるところかなと思います。そしてもう一つ。 今までで,ですね、えーと、ディズニープラス、えー、マーベルドラマの中で、ね、最も長い上映時間になります。59分という上映時間になるので、まあ、きっといろんな意味で、えー、物語が大きくなるというか、えーまあ、話がちょっと膨らんでいくんじゃないかなと思いますけども、すんごい楽しみです。まあ、その時もいろいろと解説していきたいと思いますので、皆さんよろしくお付き合いください。それまでは、Stay Safe and Stay Super!